恋愛は長く続くと関係がだれてくることはよくあります。これは多くのカップルが経験する自然な現象です。恋愛がだれてくる原因には、新鮮さの欠如、初期の頃の新鮮な興奮や発見の感覚が薄れてしまう、日常のルーティンに埋もれてしまう、努力の減少、お互いに対しての努力や工夫が少なくなる、特別な時間を作ることを忘れてしまう、コミュニケーション不足、互いの気持ちや考えを十分に話し合わなくなる、日常の忙しさにかまけて深い会話が減る、マンネリ化、いつも同じことを繰り返すことで飽きがくる、変化や冒険が少なくなる。そして最も多いのが安定感です。付き合い出した当時の情熱よりも低下しているようにあなたは感じるかもしれませんが、あなたのことは大好きです。ただもう他の男性の元へは行かないという安堵した気持ちが慣れさせている可能性も高いです。必ずしもあなたへの気持ちが冷めたわけではありません。単純に恋愛をなめんなや、これに尽きると思います。今夜は恋愛番長ことおばちゃんの経験に基づく観点から、恋愛とは何かをぶっこんでいきたいと思います。以前付き合っていた彼女との体験談です。女性の方は男女の立ち位置を入れ替えてお読みください。今日どこ行く？昨日中華だったから今日は洋食にしない。どっちでもいいけど。しばし沈黙。いつもこんな返答なので困ってしまう。ちなみにどんなのが食べたい？ちょっと待ってて。スマホで聞いてた中井くんのラジオがいいところらしい。しばらく待ち。それで何が食べたい？ちょっと待ってて。10分ほど待たされて。どこだっていいわよ。おめえどこ中だよ。二人で会話しているのも嫌ではないけど、今は中井くんなの。あんたの話は後にしなさいよ。この行動は彼氏の心をヤンキーにさせます。俺と会話したくないんけ。スマホいじってる時間の方が多いならスマホと付き合えばいいじゃん。舐めとるわ、完全に舐めとるわ。何？何でもありません。この時はバシッと言ったりましたわ。今日泊まっていく？どっちでもいいけど。新しい歯磨き粉も買ってあるけど。あっそう。スマホカチャカチャ。ね、たまには二人で映画とか見ようよ。別に見たくない。それじゃ一緒にいる意味ないじゃん。映画見てればいいじゃん。私はスマホいじってるから。おめえどこ中だよ。あ、文句あんの？ありません。この時もバシッと言ったりましたわ。もうこれはダメだと思った時は。ちょめちょめの間もスマホいじってる。どうしてこうなったんだろう。前に聞いたことがあります。なんでそんなにスマホばかり夢中になっているのかを。二人で会話をするよりもインスタやツイッターのフォロワー稼ぎに夢中になっているようで、フォロワー数増やしてインフルエンサーになって稼ぎたいとか、そういうんじゃないの。じゃあ何なのさ。最近 SNS 始めた友達から私よりフォロワー少ないねと言われたことが頭にきて。え？私が SNS のやり方教えたのよ。頭にくるわよ。女性の嫌なところ出てますぜ旦那。ここで人は人、自分は自分でいいじゃんと言ってもドタマに来ているので話になりません。というか、これ以上触れるのはこっちがおめえどこ中だよと言われる可能性があるので危険です。女性同士の張り合いに男の入る隙はないのです。ある程度スマホをいじり倒すと抱きついてきたり、甘えてきたりと。自分のことはまだ好きなんだよね、とは思いますが。よく考え直してください。あなたからダークなオーラを発しているので、少しは構ってあげなきゃというちょっとした罪悪感から来る接触であり。ある程度甘えたら、さてと、またスマホでも見ますか？と。長く付き合っていると、もう他の女性の元へはいかないだろうという安定感からも垂らされた誰です。誰に誰まくっております。泊まった日に風呂上がり、パン一で飯食われた日にゃ。恋愛なめんなやあ、と言ってもいいでしょう。トイレのドアを閉めずにしたり、彼氏の前で平然と鼻をほじり出されたら、恋愛なめんじゃねえぞ、と吐き捨てましょう。おばちゃんがした改善策は、食事の時だけはスマホを見るのをやめる。自分も彼女と付き合い始めた頃のように服や髪型や自信を磨くことをまた始める。会った時、今日は何をしたいのか一方が任せっきりにしないでお互い意見を出す。泊まりに来た時はパン一にならない。平然と方平をしないわざとおばちゃんにかけない。それでも改善しない場合は真剣に怒る。こちらがそういう付き合いが嫌だという意思をはっきり伝えなければ相手は改善しません。誰というものは習慣の積み重ねであり、本人は何が悪いか気づかない人もいます。そこはバシッと、おめえどこ中だよ、と言ってあげましょう。もうね、半年とか一年ぐらい経つと、だれてくるじゃん、お互い。でも、一緒にいる時ぐらいさ、スマホばっかいじらないでよ、と思う時あるでしょ。もうね、だれとんなよ。
もう他に女作っていなくなんないべ。大丈夫っしょ。で、ちょっとしかスマホいじってないじゃんって言うけど、ちょっとじゃないじゃん。で、末期なね、時になると、たまにはさ、スマホばっかいじってないで、会話とかしようよって言うと、え、わかってるわよ。え、してるじゃんとかさ、ずっと言ってくるんだけど、あ、これもう言っても無駄かなと思って黙ってるじゃん。こっちが何も言ってないのに、わかってるわよって。だからもうオートモードに入っちゃってんだよ。会話。もうスマホに意識が集中しちゃって、で、彼氏がなんかさ、言ってくるじゃん。それ返答しないとまた揉めるじゃん。だから、キリのいいところで、あ、うん、とかさ、こっちは何も言ってないのよ。もうオートモードに入っちゃってるからさ、こっちの会話とは全然さ、噛み合ってないけど、もう自動だから。うん、はいはいはい、とか、わかってるわよ。え、何も言ってないのどういうこと？あ、こいつオートってるなと思って。それでオートモードに入っちゃうと、こっちの言ってることのさ、会話の内容がもう耳に入ってないから。適当なこと言うでしょ。これはね、ちゃんと注意しないとダメだと思います、そういう付き合いは好きじゃないっていうことをね、はっきり言わないと。でもおばちゃんこれ言われると何も言えなくなっちゃうのよ。こんな卑怯なけてないじゃん。いやもう誠に申し訳ありませんって、もう謝るしかないわよ。まあそういうね、一言っていうのはこれなんですけど。スマホが好きならもういいよ。それじゃあ、どんとタッチミー。ごめん、それだけは勘弁な。うるせ、どんとタッチミー。タブ中、周りが見えてねえ。そんならどんとタッチミー。それだけは勘弁、マジ勘弁。うるせ、どんとタッチミー。たまには会話をしなさいよ。スマホ見ながらしてんじゃん。そんなの会話じゃねえんだよ。そんならどんとタッチミー。タブに役とかありえねえ。タブ中周りが見えてねえ。そんならどんとタッチミー。頭部どんとタッチミー。それ言われると逆らえねえ。 X ビデオを見てればいいじゃん。それ言って言うのエグくない？会えてるだけでも感謝しな。それ言われると逆らえねえ。 X ビデオを見てればいいじゃん。それ言って言うのエグくない？会えてるだけでも感謝しな。同じ部屋に二人っきりよ。ちょっと頼むわって絶対なるじゃん。いや、ちょっとどんとタッチミーって言われちゃうと、もう逆らえない。もう、何でも言うこと聞いてしまいます。これがね、おばちゃんのダメなところね。だってほんと頼みたくなっちゃうんだもん。もう可愛くて可愛くてしょうがないから、ムンムンしちゃうでしょ。それでどんとタッチミーとかほんとひどいわ。このね、当時ね、彼女のね、家のパソコンね、壊れちゃってて、頻繁におばちゃん家来てさ、パソコンカチャカチャもしてたのね。でさ、履歴で、おめえ X ビデオとか見てんのかよとか言われて、クソ恥ずかしくてさ、バレちゃって。だからなんかさ、会話とかなくて、ちょっとスマホばかりカチャカチャやってないで、たまには一緒に話そうよって言うとさ、え？お前 X ビデオ見てりゃいいじゃねえかよって言われんのがもう苦痛で苦痛で。だから一回、もうずっとスマホばかりになっちゃってたら、まあそれ彼氏でも彼女でも、ちゃんとさ、そういう、あとスマホとかいじるのもいいけど、会話もちゃんとしようよっていうのは話した方がいいんじゃないかなと思う。おばちゃんはね、食事の時とか、あと、なんかスマホばっかじゃなくて、まあお互いの会話とかさ、ちゃんとしようよって言ったら、あーはいはいって、はいが2回続く時はね、まあ大概、まあいい加減だね。回答、回答とか返答だと思いますよ。あーはいはいって。いや、すごく若い彼女だったんでね。ジジイは黙ってるよってよく言われました。いや、ジジイはね、スマホの楽しさがわからないんだよってよく言われました。泣いたよ。いや、めちゃくちゃ泣いたよ。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。